エメラルド。エメラルドは、ベリル、緑中石の一種で、強い緑を帯びた宝石である。和名は、水玉、緑玉である。内部に、特有の傷が無数にあり、これが、天然物の,の標識ともなっている。当然ながら、大きく、傷が少ない方が価値が高く、明るく濃い緑色のものが最上級とされる。 エメラルドは天然には良質の石がほとんど酸しないためかなりの傷物も,も宝石として流通させることが一般に認められておりその場合オイルや樹脂に浸すなど科学的処理を施して傷を隠したり石の耐久度を高めたりする特に無処理ノンオイルとの断りがない限りこの手の処理を施してあると考えて差し支えない処理が下手な場合時間の経過とともに オイルが蒸発する。また、かなり高度な処理であっても、近年宝石店の店頭でも、盛んに行われている超音波洗浄機により、オイルが抜けてしまうことがあり、そうなると、本来の傷物の姿に戻ってしまう。また、中には、黄緑色をした石もあるが、エメラルドとして扱われることは、ほとんどなく、ヘリオドール、グリーンベリルなどと呼ばれ、価値も著しく下がる。 発色の仕組みも、鉄イオンが関係しており、クロムやバナジウムにより発色するエメラルドとは、原理が異なる。これらの石は加熱処理により、アクアマリンへと変色させることができる。モースコードではかなり硬い石のはずなのだが、内部に多数の傷を抱えているという、結晶の性質上、衝撃に極端に弱い。とにかく非常に、脆く、指輪の台に取り付けるだけで割れることさえあり。 職人泣かせの石とされる。エメラルドカットと呼ばれるカットがされることが多いが、これは屈折率がダイヤモンドのように高くなく、ブリリアントカットを施しても、屈折率の高い石に特徴的な木、ファイヤが見られないためで、印象的な緑色をより広く見せようとした結果で、ある。それと上述した、この石の脆さ。 および六角中をした結晶から取り出せる大きさなどとも関係があり、なるべく掛けやすい角が少なくなるようなこのカットが生まれた。なお透明度の低い石の場合は、カボションカットが施される場合もある。稀に、キャッツアイ効果、シャトヤンシー効果の現れるエメラルドキャッツアイや、スター効果の現れるスターエメラルドが算出されることがあるが、非常に希少である。 トラピチエ,エメラルドと呼ばれる均等に放射状に6つに割れたエッケンスターに見曲がう石もあり、こちらも非常に希少である。同じベリルに属するレッドベリルをアメリカの宝石業界がレッドエメラルドと呼ぶように他国と激しい議論を重ねているが、本来エメラルドには緑色のという意味があるのでこの名称は正しくいと考える人もいる。ベリルの語源である。 ギリシア語バーローズにも海のような青緑の石という意味がある。コロンビア、ブラジル、ザンビア、ジンバブエ、マダガスカル、パキスタンなど各地で産出されるが、現在はコロンビアが最大の産出国である。2000年の生産シェアはコロンビア60%、ザンビア15%、ブラジル12%、ロシア4%、ジンバブエ、 3%、マダガスカル、3%である。エメラルドの語源は、サンスクリット語で、緑色の石を意味する、スマラカタにある。それが、ギリシャ語で、スマクラグドス、ラテン語で、スマラグダスと変化し、さらに、スマラルダスに変化、そこからさらに、コフランス語で、エスメラルドに変化し、現在の、エメラルドという呼称になったとされる。エメラルドは、 エメラルドグリーンのように色の名前として、また美しい、鮮やかな緑色を表現する上で、エメラルドのような、といったように慣用句として使われる。エメラルドの歴史は古く、世界の四大宝石にも数えられている。ギリシア時代、アリストテレスの弟子、テオフラストスの石についてに登場し、エジプトの航海に近い砂漠で発見されたという。プトレマイオス朝 エジプトではクレオパトラも愛用し好みの大使に与え、シーザーは治療のためにたくさん集めたと伝えられている。このことから、富と権力の象徴でもあったとされている。ローマ帝国時代のプリニウスの博物誌では、ダイヤと真珠に次ぐ第三位の宝石とされており、皇帝ネロはエメラルド製のモノクルを所有していたとの言い伝えもある。実際、ポンペイなど、ローマ帝国時代の遺跡からは、 エメラルド製品がよく出土する。このように古い歴史を持つエメラルドではあるが、量的に出回るようになったのは、アメリカ大陸発見後、新大陸で発見されてからである。エメラルドは、ギリシアやローマでは、先生術の影響で、ビーナスに捧げられていた。ユダヤの伝説では、ソロモン王が神から授けられた宝石の中に、エメラルドが入っていたという。 サンスクリットの医術では、エメラルドは下毒のほか、下剤、消化を助ける、等の効果があるとされていた。ペルシアやアラビアの聖者たちも、下毒のほか、転換を治す、肝臓病や雷病に効くなど万能薬扱い、していたという。ヨーロッパでは、蛇がエメラルドを凝視すると目が見えなくなるという、古くからの言い伝えがある。中世では、エメラルドに未来を予言する力があるとされ、 また、女性の定説を守り、夫の愛を保つとされていた。現在では5月の誕生石とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。